皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は This is the Police の75日目プレイしていきたいと思います。で、いつもの通り新聞からですね、司会次は中年女性が標的かということで、次の規制さん40歳女性、もうちょっと中年女性の方にターゲットを変えてきた感じですね。市長行きつけレストラン社員人ベロニカ・ラーソン惨殺と。ほう、これなんか市長と関係あるんですかね、この司会っていう犯行を してきているターゲットは。で、今回のメモですね、もらうものは夏でもこそで、意味がわからないね、相変わらず。何なんでしょうね、このメモの意味が未だに解読できてないんですよ。どういう意図があるんだろう。さて、ドレイク大好きな俳優が主演している映画が今日公開されるんです。退社してもいいですか。ノー。今日は会員の誕生日、公園で一日遊んであげたいので休暇を取ってもいいですか。ノー。もうね、厳しく接していきます。何度かここまで来たら180日間生き抜きたいんでね。さてさて、ではアパートハウスの方の、殺人事件の方にラケットとエイムスを向かわせましょう。レストランオクトパスの支配人である40歳のベロニカ・ラーソンが自宅アパートで惨殺されたという事件、これも、おそらく歯科医歯医者の犯行じゃないかと言われているものですね。スロットも増やしてもらって給料もアップしてスワップチームもアップグレードしてもらいたい。で、給料は73ドル、77,300円か。こんだけの激務でコカイン売った金の半分を横領しない限りやっていけないですね。閣僚委員会は特別救急隊員の認定を行っている。最も信頼できる職員2人をよこしてほしい。ほう、じゃあここはバーディーとマリニアック2人出しましょう。まあ、最も信頼できるわけではないですけど、フロリドとバスティエンを出したらもう絶望的な状況になるので、まあ十分バーディーマリニアックもね信頼できる警官なので、この2人を派遣しておけば間違いはないでしょう。これは首をどうやって絞められたかという感じですが、口から血を流してそうな感じがするんですけど、まあ、いずれしても証拠写真を FBI に渡しましょう。自分で操作をすることを諦めたので、あとはもうリソースの割り当てだけですね。歯科医歯医者関係の事件に関しては薬物所持事件ですね。匿名の人物からの情報によると、ダーティーハリーという名のドライクリーニング店はコカイン組織の隠れ蓑となっているらしい。匿名か。まあ一応ここはじゃあディクソンにスカンロン、この2人を派遣しておきましょう。司会関連のガセネタが多いんで、見極めをしていかないとあっという間に職員の数が足りなくなってしまうんですよね。チャイナタウン、ドライクリーニング店にはカウンターでうたた寝をしている年配の中国人女性しかいない。女を起こして捜査令状を見せましょう。うわ、いきなりかい。中国人の中、目を覚まして警察の姿を目にすると悲鳴を上げてカウンターの下からショットガンを取り出した。女が持ってるショットガンを奪い取りましょう。大丈夫だね。いや、危ない危ない。死んだりしたら困るけど、しかもコカインを手に入れたか。マフィアに売却を依頼しましょう。もう数十キロのコカインが見つかってくれるとね、半端ない額が入ってくるんですけどね。不審人物、教会です。神父は司会が礼拝に来てすぐそこに座っていると気づいた。異教徒が最後列にまだ座っている。私は戻らないといけない。早く来てくれ。もうガセネタ決定です。スルーしましょう。司会の顔だとこちらも分かってないんですからね。大規模の喧騒騒ぎから行きましょう。ビーチ、2人の孫を連れて、もう9月ですけどね、ビーチに泳ぎに来た年配の女がトップレスで日光浴をしていた2人の若い女を見て激怒。若い女たちに汚い言葉を浴びせたが無視されたため、女は恥さらしめと叫びながら彼女らを小枝で殴り始めた。2人の男が女たちをかばおうとしたが、さらに数人が加わって喧嘩になってしまった。
いや、いいじゃないか、こんなトップレスの女性たち。最高じゃないか。ここはじゃあ、イケメンのフロリドーにディクソンを出しましょう。十分にね、いつも活躍してくれてるんで、楽しんできてほしいです。おっと、なになに、まだ友達を誘いたいと？わかりましたよ。じゃあ、このちょっとスケベな目をしてるスカンドンを出しましょう。3人で楽しんでこい。ゲットー地区の暴行事件。男がブラックハンソムという理髪店に入り、サプライズヘアカットの商品券を提示した。商品券に明記されてある通り、彼は目隠しをされた状態で散髪をしてもらった。こんなことってある？しかし、完成した髪型を目にした時、彼は激怒して、鏡を割り、理髪師に襲いかかった。どんな髪型だったのかは知りたいな。まあ、いずれにしてもレイグッドとドレイク。さらに、バスティアも出しましょう。もう一人じゃどうせ出動してくれないんで、3人出して確実に取り押さえる方がいいでしょう。さあ、今事件が起きるとまずいな。お、トップレスなの？群衆は落ち着き始めたが、ヌーディストたちはあざが残ってしまった。彼女たちは服を着るのを拒んでいる。いや、いいじゃないか。どうしようかな。静かに裸の女の胸を見て微笑みましょう。群衆の中から恥と罪について叫んでいる声が聞こえる。そして喧嘩が再び始まってしまったのか。まあ、脇へ避けて皆に落ち着くように言いましょう。この時の犯人って誰なんでしょうね。まあでもね、裸の女の胸を見て静かに微笑むことができたんでよかったでしょう。ね、ゲット地区の方は、この髪型きついな、確かに。髪型を直せなければ、鏡の破片で理髪店の喉を切り裂くと男が脅迫。これも戻せないでしょ、この状態だと。わからないのか。事態は散髪どころじゃなくなっているぞ。結構似合っているぞ。うちの妻に会うといい。椅子に座って髪を無料で整えてもらう。まあ、ここはもうそんな騒ぎじゃなくなってるよって教えてあげた方がいいよね。さあ、急いで戻ってきて。さて、歴史的建造物の修復作業が行われている現場で危険な状況が発生。建物の壁が崩壊し始めたのだ。上階から大きな破片が落下し、通行人の命を脅かしている。目撃者によると、修復に当たっていた作業員は素早くロープを伝って降下すると、ヘルメットを地面に投げ捨てて走って逃げてしまったらしい。どういうことなんでしょうね。よくわかんないけど、まあ、ここはじゃあフロリドにディクソンのイケメンコンビを出しましょう。で、不法ビジネスの方は何が起きているかというと、不審な男が車を止め、ガラスで有機物で装飾されたハンドメイドの木製アクセサリーを販売。ブローチは手に持っただけで壊れてしまったの。でも、この詐欺師が返金に応じてくれない。どうしたらいいの？と通報。詐欺師か。まあ、じゃあレイクウッドにドレイク、この3人を出しましょうか。まあ、1人残してもしょうがないんですが、バスティアンに関してはちょっと体力が減ってるので温存してあげたい。優しいね。さてさて、39号不審人物発死ですね。これに戻ってこれるか。戻ってきたね。ハンドドリルを持って酒に酔った男が橋の上で目撃された。タクシーを捕まえようとしていたらしい。かなり危ないやつなんだろうな。じゃあ、これまたディクソンにさらにスワットチームも出して、最悪追加でバスティアンを出しましょうか。おっと、2人じゃやだと。この2人は何なんだ。いつももう一人連れていかないとダメなコンビだな。橋まで行ってるからどうだろうな。カフェ、アイスプリンスの警官なりすまし事件の方には人が出せないかもしれないな。間に合わないよね。間に合わないね。
おお、よかった、誤報だったか。よかった、よかった。結果オーライですね。じゃあ、殺人事件の方の、その音がドリルの販売員だったということね。これも誤報か。まあ、しょうがないですね。まあ、それはそれとして、殺人事件の方は新しい写真は見つかっていないと。まあ、今回はでもかなり無難に事件を裁いたんじゃないかな。じゃあ、勤務を終了していきましょう。バスティアンがかなり疲弊しちゃってるね。はい、というわけで75日目ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回は76日目、続きをプレイしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。